おはようございます、せいかです。今表参道にいるんですけど、表参道にヒンスの店舗ができたみたいで、なんかインスタ見てるといろんな人がアップしてて、しかも超可愛かったんですよ、お店が。なので今日はヒンスの店舗に遊びに行きたいと思います。なんか表参道のザラホームの近くにできたっぽいんだよね。あ、今日は珍しく Vlog 一人です。このザラホームのこのこっち左ちょっと入ったところにあるっぽい。あった。え、めっちゃ可愛いんだけど。え、てかでかくない？え、やば、超可愛いんだけど。韓国じゃん、ここ韓国じゃん。え、可愛い。うわ、すごい、めっちゃ可愛い。エリンさんもこのピンクの壁紙は人間の皮膚を表現してるんだって。すごくない？細かいよね。え、うわ、やば。あ、そうなんですね、初めて見ました。ここ来れば買えるんですか？めっちゃ可愛い。大きさちょうどいい。ここに来れば全部揃う。ネイルでしょ、このリップもやる。私このファンデーションも好き。あ、てか今日つけてるリップ、今日つけてる色、これが冬限定、クリスマス限定のメモリーズっていう色。これめっちゃ可愛いよ。すごいテラコッタすぎないし、ちょっとパールがある。ですよね、なんかツヤ感があって、うん、一応クリスマスに問わず、はい、年末年始も不利でっていう感じでやっていきたいなと思ったので、結構長くですよね、着るようには数量準備してますので、まあ、冬だけじゃなくても全然夏とか、ね、オールシーズン、ね、日本人の肌に結構合わせやすいですよね、うんうん、そうですね。え、これ日本限定なんですね。そうなんですよ。ヒンスのアイシャドウパレットの中で、うん、日本で一番人気があるのが01番。あ、わかります。私もこれ何回も YouTube で使って確かにこれが一番使いやすい。で、いろいろあってすごいあれなんですけど、絶対に何個か持ってる中でも01番わかる、持ってるという方が多いですね。パッケージを韓国の作家さんというか、はいはい、アーティストさんとコラボをして、ホリデーシーズンのイルミネーションをイメージして作った色味になってるので、ちょっとイルミネーションっぽい。確かに、うわー、なんかいちいちおしゃれですね。かわいい。これがラッピングってことですか？そうなんですよ。そのピンクのやつも。あ、こっちも？そうなんです。リップが入る。うわー。超かわいい。ちょっとクリスマス、メンズたち、ここ来た方がいいですよ。絶対喜ぶから。間違いない。え、ここすごい映えそう。クリスマスって感じですね。こっち2階ですか？はい、2階です。わー、ねー、かわいい。 フレグランスめっちゃいい香りですよね。全部好き。スカーフ、あ、いい匂い。スカーフはすごくヒンスのシグネチャーの香りになっています、うんうん、あ、これもいい匂い、これもいい匂い。ピロエっていうのが、はい、これが水仙、うん、水仙とレザーの香り、へー、はい、レザーが入ってるんでちょっと深い香りになって、確かにちょっとセクシーな匂い。そしてこれが、フラットシューズ、フラットシューズ生イチジク、生のイチジク、あ、ちょっと甘めですね、うん、そうで、04番と05番メンズのことも意識した香りになってます。なんか寝室のベッドサイドのランプ、はい、うん、これつけてたら超いいですね。これモテるわ。でも全然女性がつけてもいいですよね、うん、でも全部そんな感じ、本当に男女問わず、なんかこういう形で、そう、皆さんにプレゼントしているんですけど、かわいい。クリスマスのなるほどね。おしゃれだな。香りは残ってるので、一応ハンドメ
同じ香りで、うんうん、ハンドクリームも出ています。でこれハンドバームになってます。わスウェードの香りが素敵。なんかところどころにこうお花がちょんちょんってあるのいいですね。ちなみにハンドバーム2420円なので、え、安すごくギフト、え、これ2400円なの、ギフトが高いですね。しかも今季節的にハンドクリームめっちゃ使いますよね。あと、まあ、パッケージがすごくシンプルなんで、うん、結構こうお客様でも男性の方に購入いただくこともすごく高いですね。ここの鏡でみんなインスタ撮ってる。かわいい。確かにこれ映えるわ。素敵。いやなんか韓国いるみたい。行きたやっぱこのヒースカラーいいですよね。ピンク、優しいピンク。かわいい。この空間がヒンスって感じですよね。素敵。これごと欲しいな。てか家具欲しい。かわいくないこの椅子とか。ここでもさみんな撮ってるよね。ヒンス。いいね。ヒンス。これはあの香りをイメージしたディスプレイ。ああ。欲しい。これごと欲しい。私これ持ってます、このセット。でもこれやばい。なんでこれ売らないんですか。欲しいこれ。めっちゃ可愛いんですけど。いいですね。なんかこう洗練されてる感じがめちゃくちゃ可愛いよ。結構朝早く来ても人いたりします。そうですね。でもさ、オープンしたばかりで、うん、悪かったんで、ここ数日はスルッと入れていただいた。あ、本当ですか。これクリスマスシーズン12月に入るとちょっと混み合うのかもしれないです。確かにですよね。だからちょっと早めに来た方がいいかもね。この人かっこいい。あ、ね、イケメン。そしてエリーさんも美しくて、え、この人韓国の俳優さん。そうなんです。あのモデル兼俳優さんで、今まで来てくれたあのゲイの男の子たちみんな可愛い、はい、可愛い。めっちゃかっこいいんですけど。イケメン。いいな。寒くてついスタバを買いました。見てクリスマスになってる。かわいい。なんかさ、こうやって見るとさ、髪の毛さ、茶色に見えるじゃん。もうこの髪色もいい気がしてきた。ちょっと染めようかな、久々に。せっかく表参道に来たので、久々にザラに行きたいと思います。やっぱさ、朝早いとさ、人全然いなくてめっちゃいいんだけど。見て。ガラガラ。うわぁ、なんか紅葉がすごいね。これ紅葉っていうのかな。あー、久々にザラ来た。楽しみ。可愛いのあるかな。買いました。いや、久々に一人で買い物したな。ザラ可愛かったよ、原宿のザラ。なんかね、ちょっと面白いニットトップスとブルーのニットと、あとはサテンっぽい素材のスカート買いました。これで明後日かな、あのフルラのイベントにも着ていける洋服を調達できました。よかった。ユニクロ行きます。ただいま。ちょっといろいろ買ってしまいました。なんかなんかさ、ユニクロ行ったらさ、お花売ってて、ヒースのさ、店舗行ったらさ、わかる？こういうシャレば、あ、やばい、水垂れてきた。最悪。見て、こういうさ、おしゃれな花、置きたいなと思ってちょっと買いました。安かったよ、これね。一輪で390円だった。しかも、最近無印で、こう、棚買って、今、お家がね、綺麗なので、その上にこのお花を置こうかな。あとね、久々にフライングタイガー行ったの。で、あの、袋どうしますかって言われたから、浮かれて、あの、サンタさんでって言ったら、なんか結構派手になりました。可愛くないでも。見て、クリスマス楽しみすぎて、こういうミニツリー、これも、あの、棚の上にお花と一緒に置こうかなと思って。
買いました。後でちょっとつけてみる。可愛くない？なんかちっちゃくて。クリスマスツリーさ、家に買おうかなと思ったんだけど、置くはいいけど、なんかしまう場所ないなと思って。やめた。あとね、可愛い花瓶も買ったの。見て、可愛くない？一輪挿しみたいな感じで。これも品質の店舗の影響で、え、めっちゃ可愛いと思って買いました。あとは、普通に、入れ物？可愛かった、これ。これ、チビたちのおやつ入れにしようかなと思って買いました。こんな感じで、パカッと取れるから。入ってないです、まだおやつは。くーちゃん。あとは、ユニクロで、可愛いね、スリッパが売ってたから、一応2つ買いました。なんかね、これピンクもあったんだけど、ピンクね、1個しかなくって、お家に置くんだったらさ、揃えたいじゃないですか。あ、だから1個しかないなと思って、ちょっとこっちのシンプルなベージュの方にしました。もこもこ。これ安かった。990円だった。これ。あとは、見て。ヒートテックゲットしました。これね、普通に極暖じゃなくって、普通のヒートテック。ザラも買ったやつ一応見せようかな。見て、これ。この水色のニット。ちょっとね、丈が短めのニットになってまーす。なんかね、優しめな水色っていうよりかは、ちょっとね、パキッとした水色で、なんか形も色もすごい可愛いなと思って、あんまり色物持ってないから、たまにはいいかなと思って買いました。で、さっきさ、言ってた、なんか変形型のトップス？これね、着た方がわかる。なんていうの？袖の上にニットが多い、ん？トップスが覆いかぶさってるやつ。え、なんていうの？難しい説明。ちょっと、明日友達と出かけるから、このトップス着ていきます。これ。これもさっき言ったけど、サテンのロングスカートになります。可愛くない？冬にさ、こういうテロテロな素材をニットと一緒に着ることですごい可愛いので、素材感が違うものを合わせるといい感じになるので、買いました。さっきのさ、水色のニットに合わせてもいいなと思って。ちょっとさ、お花とさ、花瓶めっちゃ可愛いからさ、ちょっと置いてくる。見て、置いた。超可愛くない？これ、お店にあったやつ。でもらったの。やっぱこの花瓶超可愛いんだけど。最高。で、見て。このクリスマスツリー大きさちょうどよくない？ちっこいのがいっぱいいる。めっちゃ可愛い。ちなみにこのさ、無印で買った棚超いい。やっぱこの花瓶買って正解。一輪のやつ持ってなかったからさ。嬉しい。可愛い。で、スリッパさ、めっちゃ可愛いんだけどさ、超クーちゃん狙ってんだけど。やばい、これやられるやつかも。クーちゃん、お願いだから、スリッパはカミカミしないで。お願いします、二人とも。このスリッパはカミカミしないでくださいね。わかりました？よろしくお願いします。今日は、お友達とランチです。遅れてるので走ってます。すごい、遅刻遅刻。今日はね、久々におばちゃんと会います。うわ、疲れた。あ、お待たせしました。やっほ ー、 やっほー。お腹すきました ね、 ね、お待たせしました。行きましょう。ございません。すいません、おばちゃんからちょっと聞いちゃった。はい、初萌えお願いします。ちょっとね、恋バナを聞きました。いい報告ができればいいんですけどね。びっくりしたわ。ビックラポン。私はビックラポンだよ、本当に。こっちがビックラだ。マジで。ここじゃ話せん。話せん。ちょっと外出よう。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありますかないですって前言われました。あります。ちょっとフルーツ大福をテイクアウトします。私ここ大好きなんだけどね。本当に美味しいよ ね、 ね。季節今なんだろう。メロンとか分かんない。マンゴーとかあるの、ね、あるかな。え、何と何が違うの。卵が、ね、待って、私マスクメロンも大好き。え、これ何。
柿だって。柿？柿？ピオーネ。え、でも紅ほっぺにしとく、あ、それともアマオにしとく。じゃあアマオ、じゃあアマオ2つ、そうですね。やっぱめっちゃ高いんだけどいいお値段をしますよね。こんなんで700円。で、この何フルーツ大福2つで1700円だから、ね、え、そうだよね、1400円か。でも高級よ。え、マジ高級だよね。さっきのさ話がさ、本当にさ、マジびっくりすぎてさ、じゃあ離れないんだけど。もうずっとちらその話題だもんね、ずっと今もうこの話題しか話してないよね。うん、なんか最近おばちゃんいろいろ展開がありすぎて、なんかマジ会うたんびに私結構心持たないんだけどみたいな。家だったらマジでもっと声出してた、うん、え、じゃない。どうしよう。いや、私ももうなんか、うん、今年すごいなって感じなんか今年いろいろね、もうすごい。まだだってもう終わるじゃん今年、うん、でもまだあるよね。そうだよこれ。うん、あ、すごいね。ちゃんと断捨離もしてるしね。断捨離断捨離してますね、うん、かわいい、ね、めっちゃでかいんだけど。超クリスマスじゃん。クリスマスだってクリスマスの予定はないです。もうさ、私クリスマスこれで満足したわ。そうです、今月考えるのも50年。めっちゃ立派じゃん。確かに。エモい。満足しました。満足しました。良かったです。